するしない？どうも、ひなたいこです。今回もシーズン2の MJ3 番打ちたいと思います。レッツゴー。頑張る私。トン一曲、トン一曲、親番だ。親です。私、親。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。ドラなし、赤なし。どんな戦いが繰り広げられる。まあまあこれからでしょう。形は悪くないですからね。リーチ打てるような手順は踏めそう。タイヤをの仕掛けもありかなと思ってたんですけどね。注目ですよね。こうかな。あっという間にいいシャンテンだ。ローピン引きは嬉しいね。ありがたいでございますよ。いいシャンテン。リャンピンとローソンのシャンポンテンパイ、リーチ打つか打たないか考えとこうと思ったらこっちが来たのでね、6から切って単品系ね、6球って切ります。1いらないな。9のが安全かな。トイメンさんが泣き始めた。でもまだ全然ね、全然ね、しかと。いません。ウーソー2枚切れてるけどね。まだ大丈夫。トイメン、ここは合わせ打ち。D1 の方が安全。さあ、この箱、ここはスルー。初、こんにちは。はい、流れました。今度は下茶さん。リャンソー出てきた。リーチ、親だよ。ウッパーピンだよ。やっぱりね、気持ちだから大事なのは。ここで泣いてきた。おお、出た。ロンです。メンタンピン。ロンの声がこだまする。ライチ、いい流れを作りましたね。いい上がりですよ。ひなた、まずは一歩リード。ライチ、ありがたやでございます。1万2000ウライチが大きい。さあ、親番続行。やっぱ松岡修造さんの言ってることは本当だったんだ。やっぱ気持ちが大事なんだ。気持ちが。すごい、なんか黒人、黒人無双ですね、これね。やろう、もう黒人無双。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 やろう。ひなた、早くもリアンチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよ。ドラとかいらない、切っちゃおう。おっと、ここでリーチだ。トップ、しもちゃん、いきなり仕掛けていった。これで一発は消えちゃいましたね。あ、もうダメかも。私、リーチに対して行くような手じゃないし、ここはスルー。行くような手じゃないし、ランはあと1枚だし、ちょっとダメかも。私ちょっともう胃が痛くなってきちゃった。やめます。あ、今まで楽しかったな。ドラズモだよ。もう上がっちゃったんだ。リズモドラ、じゃん。おお、乗せ方上手。おやっかぶり、ふう、まくられ、ふう。二曲、ドラは急走、プレイヤーはシャーチャです。はい、次頑張る。私、四シャンテン。トップはさほど気にする点差ではなさそうですね。うん、全然気にしてません。どんなドラマが待ち受けているのか。チュンポンだって。あ、やばい、ハク、ハクどこ行ったの。ツモ番が来ない。ほんとよ。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。もうソース出てくるの。いや、親が怖いよ。ここはドラを引いた。全然戦いたくない、あの親と私。どうしよう。あんな気持ちだとか、なんかやる気だとか言ってたけど、もう全然この参加率全然思ってないよ。いや、もう平和に終われ。平和が一番だ、やっぱ世の中。ひなた、これでリャンチャンテン。ここから何を引いてくるか注目ですよね。いや、やっぱ一番は平和よ。争い事なんてない方がいいのよ。消えちゃった。ここは一歩後退。いや、私降りてます。なんてったってチキンだからね。降りてます、降りてます。
もうピヨピヨです。嘘を照らし各社どのように打ち回していくのか。降りた時はもう無言になります。日向手が進んだ。いっぱいでも見落として変なミスしたらなんか言われると思うと、もう恐ろしくて切れません。何もそして喋れません。各社相手の出方を伺っているのか。親のつもぎりがかなり続いてらっしゃる。このまま静かに場が進行していくのか。無事に終われ、平和に終われ。頑張れ、平和に終われ。何もなく無事に、流れ上がりを勝ち取ることになるのか。みんなで手をつないでゴールしたいぐらい。大丈夫、あとちょっとよ。魔を制するのは一体誰だ。おお、よかった。しかも白持ってるやないかい。大残言ありますねこれね。怖かったよ。よかったよかった、平和平和。プレイヤーはなんちゃです。私なんちゃね。最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。これは高い手が狙えそうですね。それでは対局の模様に注目しましょう。染めたい。でも染めなくてもいいんだな。日向早くもリアンチャン点。リアンウソのね、ほらね、これ嬉しいもんね。こっちから行こう。あっという間にイーシャン点だ。ちょっとね、泣きますよ。ジュンチャンパイが押し寄せてきている。リーチも打つし、さあこの配置トップ面のね、親でコンドライチ。ここはトラを引いた。おお、トイメンドラさんゲット。オッフオッフロン、キュンドライチ。ロンの声がこだまする。ボンバー、びっくり仰天、あっという間でした。ひなた、はい、さあ何入からが大事ね。あと1周がね。親番、あ、いいじゃない。先ほどは見事かなりいいんじゃない。これで暫定トップになりました。果たしてこの曲を制することができるのか。イーシャンテン、リャングソーで天敗。ここはドラを引いた。さあどう切ろうかな。こうかな。あ、ピンズは伸びないと見たのか。おお、リーチかけますか。並びシャンポン。リーチ。さあリーチだ。あ、いいペーコーできてた。あ、いいペーコーできてた。あ、いいペーコー。あ、間違った。上がり切ることはできるのか。下ちゃん慎重に打っている。下ちゃん、ここはプレイヤーの結構ねこれねかけたくない人の方が多いと思うんだよな。連想引いてたね。一数層の変化がある。あと3ピンも一応引いてるのか。テンパイ取らずしてるとつまりスワンコが取れてたってことね。でも嘘がポンされるのも私にとって悪くない。息を飲む攻防が続いている。おお、イーソーも通ったね。あ、すごい。あ、うん、リーチドラさん。これはつなりのリーチがたまたま上がれたって感じですね。おもさん、うらさん、羽根マン上がれた。おもさん、うらさん、ケセランパサラン。おお、6万点超え。ラッキーガール。プレイヤーは親です。あ、光った。最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。これは速攻かな。早い順目でいけそうですね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。というわけで3ピン打って、この押し寄せた想像を受け入れてウピンさよならって打てる形をね、こうやって。ここは一歩後退、うん、ポン。この範囲に反応と前のめりでいきます。だいぶ点差もついてるのでね。あ、それでいいかな。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。おお、まずは
初探検にしよう。一枚切れ。あー、チュンだったチュンだったでも、初もいるから。これは先ほど切ったばかりの灰。ヒナタ、上がり切ることはできるのか。ヤンウソ、ヤンウソ、ダン、ヤンウソ。このまま静かに場が進行していくのか。ヒナタ、上がり切ることはできるのか。2種類。ヤンウソ、ロン、ロン、ロンの声がこだまする。見事、もう何も言うことなし。ドラドラ、赤、いやー強かったですね。おー、浮かれた。ということで、ま、トップ取りました。よかった、よかったよ。よし、ありがとうございました。今回サンマトップを取りました。そしてハネマンが1回ということで、全部でビンゴの回せるのは7回。これは大きい。ここに来て7回は大きい。私しかテンションが上がってない、不思議。というわけで回します。1、2、3、4、5、6、7、8、ということで7回回したので見ていくよ。3つね、3つ今ねリーチ入ってくから、まず1個目64、ゼロ。次45、いるわけない。穴がいっぱいもう開いてるからね、なかなか開かないのであります。次21番、ない。不吉、不吉。次74番、ない。ちょっとちょっとちょっと、次次次48番ない。18番ない。まだまだまだ、あと1個、あと1個、あと1個、お願いします。16番あるけど、あるけど、1個開いた、1個なんかどうでもいいところ開いた、ここなんか一気に疲労が来た。もうなんか、うん、7回回して1個よけました。そしてビンゴは相変わらずゼロ。というわけでトップは取り、ハネマンも上がったにもかかわらず、今回もビンゴは1つもできませんでした。一体どうなっているんでしょうか。残りの玉はこんなに少ないのにね、これしかないのに、不吉な本当世の中になってきました。まあでも頑張りたいと思います。動画最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。次回こそビンゴが出ますように。また見てね、バイバーイ。